おはようございます塚原農園です今日はニンニクを育てる畑の土作りをしていきます今回使う材料は、はい、発酵系粉と米ぬかと有機石灰とはい、そして微生物資材のカルス NCR を使っていきます元越で化成肥料は使いません まあもちろん化成肥料を使ったやり方もできますが化成肥料の代わりとなるものとして経粉などが役に立ちますまた米ぬかなども畑に入れれば微生物がどん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 増えて今まで病気に悩んでいた方も少しずつ土の中の病気を減らしてにんにくに悪さをする病気を減らすというところで、まあ、こういう資材はとても便利だと思います。そして使う農具 道具はスコップ1つです。今回は畑の土を耕すだけでマルチを張ったりとか畝を立てたりはしませんまず1回目ちょうど9月の下旬頃になってきたら今頃からちょうど土作りをしても全然間に合います暦、えー、上では例えば9月の上旬中旬頃に土作りを行って9月の下旬頃に えちょうどニンニクを植え付けをするというのが一般的だと思いますがそれは一昔今と昔では気候がだいぶ変わってます皆さんの地域ではどうでしょうか気温の方はえ暑い日は全くなくなりましたか真夏のえお盆前の頃に比べればいくらか涼しくはなったとは思いますがまだまだ日中も暑い日が続いているんじゃないでしょうか ニニンニク畑に植え付けをするとニンニクって気温が高いいと、とあっうう間に成長しちゃうんですね。季節に見合わない育ち方をすることもニンニクが病気になって失敗する原因にもつながるんですね。なのでここは慌てずに9月の下旬でも、はい、こちらのご覧のように例えばトウモロコシを育てた板きゅうりなどを育てていたトマトなども育てていた片付けてまだ残さがちゃんと 分解されていないとか雑草なども今までずっと暑い日が続いていたから生えている、まあ、そういったところがあればぜひそういったところにこれらの資材を入れて土づくりをゆっくりやって頂ければと思います、はい、それれででははここちらをご覧くださいこれは昨年の玉ねぎマルチです。 今年の5月に収穫が終わった後玉ねぎマルチを剥がさないでミニトマトをずっと栽培してきて今ミニトマトが終わった状態ですこんな感じでニンニクも玉ねぎマルチを使って育てる方も結構多いんじゃないですかね玉ねぎマルチを使わない方も使う方も一緒にご覧頂ければと思います。ニンニクは玉ねぎと同じで縦も横も横 植え付けをする間隔って15センチなんですねで一般的にこういったマルチ穴が最初から開いているものはまあ、5畳のものもありますが6畳のものなどもあります1条、2条、3条、4条、5条、6条ということですねでニンニクって寒いところで育てられるホワイトロッペンニンニクと 暖かいところでよく育てられている家庭種って2通り大体人気なものであるんですが、どちらも大体バラすと一とかたまりをですね。だいたい6個には最低ま取れます。家庭種は多いと8個ぐらい取れるんですけれども、平均するとま6個ぐらい取れると思って計算していきましょう。もともとこういったものも6畳穴が開いていればまあ、バラしてだいたい。6個取れると思えば。 ここだけでニンニクの塊一つ使うということですよね。穴が6畳あると、ウネの横幅がだいたい1メートルぐらいになるんですね。じゃあ縦も奥行きも1メートルで、大体どのぐらいニンニクを使うか。1メートル1メートルでニンニクをバラしたものをどのぐらい使うか考えて計算していきましょう。穴が1、2、3、4、5、6、 7畳ですね横に6畳縦に7畳ありましたので1メートルの面積に対してこの穴の数が6,7,4,12ということで42個穴が開いているのでニンニクをばらしたものが42個必要になるということですま6畳穴が空いていればニンニク 1, か1たまり使うということで分かりやすいと思うので1個2個3個4個5個6個7個と まあ、だいたい1メートルぐらいの面積でニンニクを育てるにはだいたい、えー、ニンニクの塊を7個買ってくればだいたいこのぐらいは育てられるという計算になります穴の間隔もう一度見ていきましょう15センチです縦も15センチどこを測ってもだいたい15センチ にんにくはこのぐらい間が空いていた方が風通しがよくなるので、まあ、今後大きく成長した後、ね、風通しが良ければそれだけでえ病気の元となる、まあえー、サビ病ですよねにんにくに一番つきやすい病気赤サビみたいなものがついちゃうそれによって枯れちゃうことがある、えー、それは風通しが悪いから湿気がたまりやすいから空気がここら辺で、ね、湿気のあるものがたまっていることによって 起きる病気も中にあるのでやっぱり1 5センチぐらい間隔で穴が開いているとちょうどいいですしマルチを使わない方にとってもマルチを使わない場合はこの1 5センチ間隔で縦も横も植え付けをしていく、まあ、それを考えるとちょうど 1m ぐらいのそれぞれ縦横の畑の大きさ面積に対してだいたいニンニクの塊7個ぐらいがちょうどいいかなとは思います。 それでは今回は 1m 四方大体にんにく40個分を作ると想定してやっていきたいと思いますまず測っていきます、はい、横が 1m ぐらいですね先に印をつけておくと後々楽ですよね、はい、縦も 1m、はい、こんな感じで印を先に足でつけちゃいましょうででで大丈夫ですね。でも気持ちもうピッ ったりよりは少し気持ち広めにまあ、肥料などは撒いていた置いた方がいいかなとは思いますはいそれでは最初え元肥となるものとして使うものが今回もこちらはい発酵系粉を使っていきます窒素とリン酸とカリがバランスよく入ってますえもちろん化成肥料を使う方は活性肥料でやってください化成肥料の場合は、えー、この面積に対して一つかみで十分です。 発酵・けふの場合はこの面積に対して2つ紙を目安にやっていきましょう、まあ、その他カルルシウムなどミネラルもこの中には入ってます完璧に発酵して完熟しているわけじゃありませんがこういった発酵と書かれているものはとても安くどの地域でも手に入りやすいんじゃないのかなと思って、まあ、やっぱりこういうものはいいですよね。 まあ今回ペレットって書いてありますが、これは経粉を圧縮して巻きやすい形にしたものです。えー、普通の発酵経粉に比べると価格は倍ぐらいしますが、風が吹いても飛ばないし、匂いは粉タイプっていうかそのままのものよりはペレットの方が匂いは若干抑え気味になってます。でもこれ土に混ぜてしまえば粉タイプも全然気になりません。 このまま直接嗅げばさすがにあっ景粉だなとは分かりますが土に混ぜたものが、まあ、隣近所さんにこのニンニクをほんの少し育てる分として撒いた匂いがいってしまってご迷惑になるほどのレベルの匂いでは、まあ、個人的には思いません。発酵系は、 元肥の肥料分としても窒素リン酸カリを補給する役割としてとてもいいんですがさらに発酵系粉ってもともとが堆肥扱いなんですね。 えー、鶏が食べた餌の中で分解未分解のものがそれが畑にまかれるわけです餌が入るわけですからねその餌の中にはふすまや小麦、えー、くず米とかいろいろなものが食べ、えー、消化できたかったものが有機物としてここへ入るということはこれだから微生物がこの中で活発化しやすいんですよね。はい次に こちら米ぬかを撒いていきますえ。米ぬかも天然の自然のミネラルがすごく豊富に膨らまれてますね。え玄米を精米して出たぬかになります。これを同じく2つ噛みぐらいでいいと思います。そんなにたくさん使うものでもなくまたこれ今回使っていますが特別、えー、米ぬかなどは、えー、なくても全然大丈夫です。自然に生えているもちろん草とか えー、未分解のものなどがあればまあ、それらを分解する補助剤としてこんな感じで入れてますまた今回2振り入れましたが3振りでも4振りでも全然大丈夫ですただしバケツをどしゃっとひっくり返したようなほど 1、はい、0ンチも2 0ンチも,積も雪が降り積もったほど入れてしまったりするとさすがに分解が遅れてしまって途中で畑で、えー、悪さをするような根に障害が出るようなことにもつながるのでこの表面がうっすらと何となく白っぽくなっている程度で大丈夫であって特に二つ紙ぴったりとかって考えなくても大丈夫です。ので私の手のののので私手手ひひらの大きさと皆様の手の 大きさで違いますよ、ね、だから何グラムとかって決めずに大体いいこれは目安として2つかみがまちょうどいいですよということで、まあ、こんな感じでやっていただけるぐらい安心に使えるものですね、はい、この米ぬかももちろん先ほどの発酵系粉と同じように微生物が大好きです特に発酵系粉よりはこちらの生の米ぬかの方が畑に入れるとすぐに白い。 綿のようなものが、えー、この有機物の残渣などに付着してしやすくなります。微生物がすごく活発化するんですね。はい。で次にはい。有機石灰を使います。ホタテの貝殻、カキ殻など砕いた、えー、こちらは海のミネラルですね。カルシウムを補給する目的として使うこともできますし、畑の酸度調整、pH を中和することもできます。これも二つかみぐらいでやっていきましょう。 これ海のミネラルですからねやっぱり自然にあるものを有効活用することは、えー、やっぱりこう日本の土壌など荒らさないということももちろんつながりますし廃棄、まあ、処分としてホタテの貝殻などを、ね、海で、えー、沿いの地域で、えー、例えば海産物などを扱っている方々も加工した後のこれはやっぱりゴミになっちゃうわけですよね。ででもこうして畑で再利用 押される形にに持っってていくように使っていけばやっぱりこう日本のところでもどんどんゴミがたまらないと廃棄処分するぐらいだったらそれを加工してこういう形にしたものをこう畑で活用できればやっぱりすごくいいですよね。 はい、そして最後にカルス NCR というこれは微生物資材になります。土壌改良材としてももちろん使われているものです。野菜を育てるために畑に使うものとして、今では家庭菜園向けとしてこういう1キロ入りかな、えー、ちょうどいい使いやすい大きさがありますね。私も農業の分野としてこの粒状のものを使っていますが、まあ、機械などで巻きやすいように粒にしてありますが、 え個人的には粉の方が菌糸が広がりやすいかなとは感じますやっぱり粒状だとどうしてもまきむらっていうのが結構あるんですピシッと巻いているようで粒一粒一粒の間隔が間が空いてしまうですが粉タイプってもう満遍なく畑が真っ白になっちゃいますよねだから粉っていうものはこういう家庭菜園の方で小規模でやられる方にとっては粒よりは粉の方が えー、まあ使いやすいと言いますか、土の中でですね、こう混ぜやすいというか、まあそんな感じではいいかなと思います。はい、ではこれを一、はい、つかみで十分です。一メートルですね、はい。まんべんなくやっていきましょう。一応粉になるので、風がない日を選んで低い位置で、でさらにマスクなどをまあね口の中に入っちゃったりしますからね。マスクなどをきちんとしていただいて、手袋もして。 でそれでやるようにしてみてください。はい、ここで一つ注意点があります。こういう微生物資材は、太陽の強い光線やえ高温の環境の中でずっと晒されるのを嫌がりますので、畑に撒いたらえすぐに耕せるように、すぐに身近にスコップなど耕せるクワなどを置いておきましょう。はい、でこちらのえ資材を撒いたところで混ぜていきます。今回は荒おこしみたいな感じですね。 え夏の間残砂処理をしてまあ、育ててきたところ、えー、根などを断ち切ってちょっと固くなってしまっているところ雨が降って土が固まっているところを柔らかくほぐすようなイメージです、えー、今後マルチを貼ったりしますよねそのマルチを貼る時の当日に、えー、きちんと細かくもうちょっとサラサラにしてウネが立てやすいように作りやすいようにまあその時に調整するような感じです ここで、えー、完璧にサラサラの状態にしてしまって、えー、まだ植え付けもしないのにせっかくやってもまた雨がどしゃっと降ると、ま、どれだけ、えー、土作りをやったとしてもですねやっぱ雨が降ると表面の土は固く締まるものですでそこへニンニクをいざ植え付けをするぞと指を入れて、えー、もう全然指が入らない硬いなあちょっと植え付けするのが嫌になっちゃうなとならないためにも まずは荒く起こして、とりあえず今日は土作りだけをやっておきましょう。この作業を9月中にやっておくと、今後1週間経って10月の上旬、また中旬頃になれば、ニンニクちょうど植え付けができます。1メートルで与えましたが、気持ち、私は剣先スコップを刺しております。 というのも今後水を作るからですね、周りに雨がどしゃっと降ったらニンニクを植え付けをしたところに水が流れ込まないようにと多少は水を作ります。今このついでに広めに耕しておけば後の作業が楽になるということです。もうちょっとやっておきましょう。 いやだいぶ本当に涼しくなりましたね。でも日中、雲一つないと、えー、暑いですね。今日もちょうどお昼の時点で晴れてきたんですが気温が30度でした。30度がすごく涼しい日陰で涼んでいるかのような感覚になってしまってなんだか30度といえば一昔ではすごく暑いなと感じるものも今では30度が涼しく。 感じてしまう、まあ、これが失敗にもつながるんですね人の体感するこう感覚これが、えー、おかししくなってしまうわけですよね、うん、暑い日がずっと続いているとまた途中雨がどしゃっと降る降れば地面が濡れるそうすれば、えー、次の日はやっぱりヒやっとした空気が、えー、この畑で漂うものです。今まではカラッカラで砂漠状態だった雨一つ降らない。 で秋の彼岸を過ぎてくるとだんだんと日中は涼しくなるとそこで勘違いをしてしまうもう涼しいものだともう9月も下旬だしもう10月にも入るからもう全然寒さもあもう終わった暑いのも終わったなとでそこですぐにニンニクを植え付けをしてしまうとまだまだ暑い日というものは10月いっぱいまで続きます。 早く8月頃、9月中に植え付けをすると温度が高いのでうーんと伸びちゃうんですね。えー、やっぱりニンニクはまあニンニクに限らずこうネギとかまあどの植物でもそうですけれどもその季節に見合った気候で、えー、種をまいてまあ育っていけば順々にゆっくりゆっくりと育ちますよね。例えばキャベツの種まきで、えー、お話をしましょう。えー、キャベツの種を 真冬の寒い時期にま、えー、いて、えー、春に、えー、育てるためにと一、えー、月頃とか二月頃にキャベツの種をまいたものは発芽するまで一週間ぐらいかかるんですね。でさらに発芽一週間した後あとそこから植え付けするまでの日数というものも二、えー、ヶ月ぐらいかかるわけです。六十日ぐらいですよね。まあ、ゆっくりゆっくり徐々,徐々に徐々に大きくなる。 寒いとですが夏の間は気温が高いなのでキャベツの種を冬に取るために8月頃に巻くと2日でもう芽が出ちゃうんですよね。たったっ2日です1週間のものもが2日でさらに苗まで大きさに仕上がるまでに2ヶ月だった真冬のものが夏の時には30日でできちゃうんですね。倍も違います まあそういう環境が、えー、ここの畑でも同じようにちょうど今の10月というものは起きるわけです。太陽の日差しが今夕方になろうとしているんですが、すごく光線が強く、今私は汗、全身汗ばんでます。で畑の土を触ってみるとあったかいんですね、うん。今は夕方になるので触ってられますが、日中はずっと触っていろって言ったらちょっとやだなと思うほど、えー、地面の温度も高いんですね。 そこへニンニクの種をこう種というかニンニクを植え付けをすると温度が高いのでやっぱりうーんとすぐに芽が出ちゃうわけです。そうするとどうなるか病気が出ちゃうんですね。えー、これから出るのがはいサビ病です。えサビ病って春に出たやつ？確か四月か五月頃にこういうネギとかえ玉ねぎとかうん春に育ったニンニクあれにいっぱいついたやつだ。えもしかして 秋のこれからも出出るるのってはい、出るんです、ねえー、サビ病というものは、えー、気候が春の連休ごろ5月の連休ごろの気候の温度湿度と温度が、えー、また同じような環境といえばちょうど今なんですよね。えー、ということでちょうど9月中また今後10月ごろになってくると、えー、そのサビ病が畑に、まあ、少なからずとも必ずいます。 そうすると気候に見合わない成長の仕方でうーっと伸びると、そうするとそこへサビ病がくっつく。そうするとどうなるか、病気に感染しちゃうんですね。えー、ゆっくりゆっくり育ったものはう細胞が強くなります。ですが成長が気候に見合わない育ち方まあすると細胞が追いつかないです。 うーんと葉っぱだけは出てくるんですが完璧に外敵から身を守るために外の壁を作るのが間に合わない間に合わないのにどんどん上に伸びようとする何でそういうことをするしちゃってるのと自分たちが命が守れないんじゃないのそれは仕方がないんですね。植物たちも本当はそうなりたくないはずなんですねでもこの天気がそうさせているんですね。気候に見合わない、やっぱりこの、 温度というものが高温がまだまだ続いているのでということで昨年も9月にはニンニクを植え付けをすると失敗しますよということで動画にさせていただいたんですがやっぱり今年も今9月下旬にはも,もうなりますがすごく暑い日が続いていますさすがに雨が降れば寒くなるのでもう大丈夫だろうとここは勘違いをしたりせず必ず天気予報を見てください。 今後1週間先、2週間先の天気予報を見て、あもうそろそろ涼しくなるなと思ったら、そこで植え付けはしてもいいとは思うんですが、その涼しくなるというのが、日中の平均気温が20度から25度です。もう30度など、人が外で気温計を持ってみて、30度になるような環境にニンニクなどを植え付けをしたら、もうあっという間に芽が出て、あっという間にサビ病に、えー、かかっちゃいます。 さらにこの秋のサビ病のタチの悪いところが目で見えないんですね感染はするけれども春の連休頃に赤っぽく赤サビみたいで目で見てわかるようについたような症状ではあまり見えられないんですそれが見られるのが翌年になってからなんですね一度感染したものは赤っぽく出なかったとしてもその菌はずっと冬の間でもその植物の中で生き続けますでようやく 1>, 1月2月で雪解けになって3月になると今度スイッチが入るのでうーんと今度伸びますよねでようやくニンニクが太るその頃になるとその感染したサビ病の原因菌というものがまた春になって活発化してそれで目で見てわかるような赤っぽいいものがっしりとついちゃうわけですそうなってからではもうお酢を使ったりとか唐辛子にニンニクのスプレーやったりとかしても全然間に合わないので。 そうならないためにはどうするかといえば早く植え付けをしないということです、えー、そして今回の資材を、えー、混ぜ込んだ作業が終わってからもう1週間、えー、最低でも1週間あければもう畑にニンニクの、えー、例えばマルチを張ったりまたウネを立ててニンニクを植え付けをすることができますただし雨が全く降らず畑が真っ白い状態の場合には 微生物などの分解能力などが遅れてかえって悪さをする有害な菌などの餌にもなる場合がありますので雨が降らない場合に限りじょうろホースなどで畑の土をしっかりと湿らせてからそこへ今後1週間経ってからマルチを貼ったり植え付けをしてみてください。はい、ということで今日はニンニクの 土作りをまずは行いましょうということでここ数日暑い日がずっとまあ夏の間からまあずっと続いていましたよねもう草取りも間に合わない夏野菜なら何なら夏野菜もまだ片付けにも入っていないという方も多分結構全国的にも多くいらっしゃると思いますまた定期的にやろうと思ったら雨がどしゃっと降るような環境も結構ありますよね。そこで周りの方がやっているからと 慌ててやったりするとそれも失敗に繋がるんですねこういう土作りは慌てずゆっくりとやるということも成功の秘訣にもつながりますのでここは慌てず皆さんもしっかりとした土作りをやってみてはいかがでしょうか今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたまたよろしくお願いいたします